修生は、中華民国、中華人民共和国の国際法学者、外交士や教育者。武漢大学で、主に学術活動に従事し、立ン調査団の報告書を厳しく批判したことでも知られる。晩年には、中国共産党に加入した。救命は未、塾教師の家庭に生まれる。1900年、丹延べ。 が創設した湖南省立第一小学に入学する。成績優秀であったため、1905年日本に留学し、早稲田大学で政治経済を学んだ。留学中に中国同盟会に加入している。帰国後の修正は革命派のために言論活動に従事し、 中華民国成立後の1912年1月、丹ノベが観光で創刊した民国日報で、李権能と共に編集に任せられた。翌年の第二革命で、革命派の言論機関として、北京政府に弾圧、閉鎖され、州は、上海から国外へ逃れた。州はまず、イギリスに赴き、エディンバラ大学で、政治経済を学び、州志望を取得している。 ついで、フランスに渡って、パリ大学で法学を学び、法学博士号を取得した。留学中の1919 19年に54の運動が勃発すると、州は留学生のデモに参加している。1921年に修生は帰国し、証務書館に入社して、編集となった。翌年、再現売の招聘に応じ、 北京大学政治系教授に就任している。この間、教学のほか国際法や外交史の研究に専念した。1924年末からは、不平等条約改正運動に参加し、不平等条約重厚という書を出版するなどしている。1926年2月、公衆に赴いて、関東大学の中山大学への改祖に従事した。 翌年3月、南京の東南大学で教授、政治系主任に任ぜられている。その後、国民政府から憲法制定事務に招聘されたが、紹介席の政治姿勢に反発し、数ヶ月で辞任した。1929年9月、修正は武漢大学に招聘されて、教授となる。武漢大学でも、国際法、外交史研究に取り組んで、 国際法大公、近代欧州外交史などの著書を刊行し、東方雑誌などの雑誌でも論文を次々と発表した。1931年の満州事変が勃発、その翌年10月に国際連盟が派遣した立屯調査団が報告書を公表すると、州政は東省事件と国際連盟と題した論文を発表した。その中で、修は、 リットン調査団の報告書は、イギリス・フランスなどの強国に都合が良いように、取りまとめられたものであり、日本に対して無力な国際連盟に、中国国民は失望している旨を記述し、調査団を厳しく批判した。翌年には、いわゆる満州国の承認問題についてという論文を発表している。1935年1月、修正は、 武漢大学法科研究所主任に昇進し、10月には同大学法律系主任となった。翌年、同大学教務長を兼任している。1939年からは、数年にわたってアメリカへ研究に赴いた。1945年4月、国際連合創設のためのサンフランシスコ会議に中国代表団顧問として参加している。同年夏に、 州は帰国し、武漢大学校長に任命された。間もなく、国境内戦が勃発すると、州はこれに反対する姿勢を示し、反内戦の学生運動にも同情、理解を示している。中華人民共和国建国後も、州政はそのまま武漢大学校長の地位に止められている。その他にも、中南軍政委員会委員権、文教委員会副主任に任ぜられた。 その後も外交部顧問、外交学会副会長、全国人民代表大会代表、第3期全人代法案委員会副主任委員を歴任している。1956年、中国共産党に加入した。1971年4月20日、北京市にて病没。去年83、ありがとうございます。